さあ始まりました「イナチャンネル」「半ハ杯2021人気話解説」「インディ・チャンプ」「レシステンシア」「ダロンファンタジー」この3頭についてお話ししていきます超豪華メンバー集結の半ハ杯ぜひ最後までご覧くださいということでですね「半ハ杯2021」「超豪華メンバー集結いたしました」 高松宮記念の最重要トライアルになることはほとんど間違いないでしょうということで,ですね高松宮記念でも人気馬になるだろうなという馬がですね勢ぞろいいたしました別廷戦の g 1馬多数集結ということでですね高松宮記念の超有力候補をです、ね、探す一戦にもなると思いますので重要な一戦ですのでぜひです、ね、人気馬の方ですね解説していきたいと思います。 ハンキュ人気の注目バーについてですね、えー、3頭ご紹介したいと思います。今年はですね、確実に3強ムードでございまして、春秋マイル制覇の実績 実力ナンバーワン、インディ・チャンプ、それからですね、2歳チャンピオン、そして重賞をなんと5勝している重賞ハンター、ダノン・ファンタジー、そして最後はですね、同じく2歳チャンピオン、レシステンシア、この3頭にですね、注目が集まってくるかと思います。この3頭について、ですね、もうオッズは完全に三強ムードですので、ですね、この3頭について解説していきたいと思います。 まずはですねインディ・チャンプからいきましょう、昨年はですね G1 勝利こそならなかったんですけれども、G2 ではですね、10、11。 そしてですね、G1 でも0 1 1 0とです、ねまあ、馬券圏外に来たのはたった1回だけ非常に安定していて走っていた印象がございます。え高い安定感を示した昨年だったんですけれども今年はですね、初戦でですね、完全にスプリント路線へです、ね、変換してですね、スプリントからマイル高松の宮記念から安田記念へというローテーションに変わってきましたということで,ですね、え高松の宮記念でも人気になる1頭ではございますし非常に注目 していかなければならないなというふうに思っておりますではですねインディチャンプの下要素についてですねお話ししていきたいと思います阪神カップ以来のですね1400メートル2000目ということもございましてまあ前回ですね同距離同部隊の阪神カップで11番って追走だったんですけれどもその前走よりかはですね追走には苦労しないだろうと ウィニングポジションが確実に取れそうだなというところでございます。ということでですね 1200m を見据えての一戦なんでしょうけれども負けられない一戦であることは間違いないですしまずですね 1200m への適性があるよというところですねここで示していきたいのかなという,ふうに思っていてですねこの馬にとって重要な一戦になるので買わなければいけない一頭なのかなという,ふうに思っております。 一方ですね、インディチャンプの不安要素についてもですね、お伝えしていきたいと思います。ということでですね、えー、叩き台。 これがですね、この馬にとってはですね、1つ注目のポイントですね。た、え、た、ー、き台の仕上げではですね、仕上がらない馬でございまして、まあ、読売マイラーズカップや中山記念なんかもですね、えー、そこまでメンバー超豪華というわけではなかったんですけれども落とすはずのない一戦でもですね、反応鈍く落としていると、お休み明けのたたき台の一戦はですね、やはり G1 への布石に過ぎず、今回も高松宮記念のですね、ある意味たたき台というところでございまして、えー、そこまでですね えー、いい出来ではないと、75%ぐらいでですね、えー、高松宮、記念に全力投球というところでございますので、えー、そこまでですね、革新級にですね、えー、出来がいいとは思いませんというところがですね、一つ不安要素として挙げられるのかなというふうに思っています。 続いてですね、ダノンファンタジー、圧倒的なスピード能力を誇るですね、レコード価値がある馬ではございますけれども、ディープサンクの復活馬でございまして、小馬になってからですね、距離短縮でですね、G22 勝とですね、活躍しております。ということでですね、G1 を勝ったですね、阪神競馬場でですね、連勝を狙う一戦になってくると思います。 でではですねそんなダノンファンタジーの快要素についてお伝えしていきます確実にですねスプリント路線、適性高いんじゃないかなと思わせる前走です、ね、阪神カップ 1200m から 1600m が本質のまでですね 1400m で適性を発揮したというところからもありますけれどもやはり、同距離、同舞台の阪神カップを勝っているということからも考えますと適性は高いのかなというふうに思います。豪華メンバーの阪神カップを優勝していいるというとうころはですね この馬の能力の高さをですね示したのかなというところでございます。今回と同舞台でインディ・チャンプに先着していますしトライアルにはめっぽう強い g 2もですね何回も勝っている馬ですしこういったトライアルではですね抜群に実力を発揮できる馬なのかなというふうに思っております。 一方ですね、ダノンファンタジーにも不安要素ございます、全成績がですね、やはり6106と、ですね、A、6勝6敗、着外も6回あるというところからも考えますと、やはり勝ちか負けか、大負けかの馬で,ですね、安定感、信頼度っていうのは薄いかな、雨や渋った馬場にも弱く、ですね、やはりパンパンの両馬場でこそ生きる馬ですので、少し馬場が渋ったりすると、ですね、この馬にとってはマイナスなのかなという印象でございます。 なですねものがございました前走以上があるのかっていうところはですね逆に疑問ですねインディチャンパー前走に比べてですね1 4 0 0ルの上積みありますけれどもこの馬はですねそこまで上積みないのかなというところですね疑問が残ります 最後にですね、2歳王者、もう1頭ですね、レシステンシアについても解説していきます。この馬、ですね、大和メジャー3区の超快速牝馬ですね、えー、レシステンシア号でございますけれども阪神ジュベナイルフィリーズ5馬審査の勝利あれは本当にですね、えー、見事な勝利でございました、えー、阪神は大得意の舞台でですね、躍進なるかというところをですね、えー、注目して見ていきたい1頭となっております。ということで,ですね、レシステンシアのい要素不安要素についてもお話ししていきたいと思います。 まずですね、海要素からいきたいと思います。スピードの絶対値が高い馬で、えー、素質だけでマイルをこなしていたように私には映ったんですけれども、やはり直線の長い競馬場よりもですね、えー、内回りコースでですね、一瞬の切れ味、スピード力をですね、生かす競馬の方がこの馬には合ってるのかなというところでございます。本質はやはり1002から1004でですね、距離短縮っていうところはですね、大きなプラスになると思います。この馬1006ばっかり使っているんですけれども、距離を短縮してきたところでですね、えー 爆発的に飛躍しそうだなというふうに思っております。昨年はですね、えー、骨折があったんですかね、マイル路線をですね、走ったんですけれども、やはりスプリント路線をですね、えー、行けばですね、新たなヒロインになれるぐらいの逸材ですので、えー、非常に面白い一頭だなというところですね、買っていきたい一頭になっております。 一方ですね、レシステンシア不安要素についても語っていきたいと思います。このままですね、休み明け微妙というところですね。まあ G1 を勝っている間ですので、このレースはトライやるというところもあるんですけれども、極端な逃げ客室だけにですね、やはり馬場、 それからですね展開、これにですね大きく左右されそうだなというところでございます、特にですね、えー、北村騎手の逃げはですねハイペースの逃げになりやすいのでですね、えー、そのあたり注目して見ていかなければございません、えー、いかにですね自分の競馬をできるか、これがですね鍵絡まれたりするとですねやはり実力を発揮できない可能性がございますので、えー、レシステンシア、このあたりです、ねえー、展開が大きく鍵を握ってくると思いますのでそのあたりも注目してです、ねえー、枠順確定後の 予想につなげていきたいと思います競馬好きの競馬好きによる競馬好きのためのチャンネルメンバーシップ大好評でございますチャンネル登録を忘れないようにしましょうさようなら